いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします元 MLB 選手が恐怖に震えた水原容疑者と違法賭博の同元とのやり取りマジでマフィア大谷が危険にさらされた大谷の愛犬が連れ去られていたかも訴状で公開されていたやり取りに注目米大リーグ ドジャースの大谷翔平選手の通訳を長年務めた水原一平容疑者は銀行詐欺罪で訴追された大谷の口座から1,600万ドル約24億5,000万円以上を無断に不正送金したとされている訴状で判明している違法賭博業者の同元マシュー・ボーヤー氏とのやり取りで愛犬デコピンの危機に注目したのは元 MLB 選手連れ去られていたかもしれないと指摘し 別の元選手も深刻さで言えば大谷が危険にさらされていたかも冗談じゃなくねと戦慄していた訴状によると水原容疑者は2021年9月から賭博を始め2年余りの間に1万9000回の賭博を繰り返し総額4067万8436ドル約62億3320万円の損失を出した大谷の口座からは1600万ドル 約24億7,000万円以上の大金を勝手に違法賭博の道元へ不正送金水原容疑者が銀行側との通話で自身が大谷であると偽って名乗るなどして送金を可能にしたとされている恐怖に震えたのは元大リーガーのエリック・クラッツ氏キャメロン・メイビン氏 AJ ・ピアジンスキー氏だ米国の野球専門ポッドキャスト「ファウル・テリトリー」の公式 YouTube チャンネルで 一平水原はシ平大谷の健康とキャリアを危険にさらしたのかとのタイトルで公開された動画に出演している彼らが注目したのは11日日本時間12日に公表された訴状にある2023年11月17日とされる出来事だ当時水原容疑者は違法賭博の堂元との連絡を立っていたようでここで堂元からなぜ電話に出ない私はニューポートビーチにいる 大谷が犬のの散歩をしているのを見た返事をよこさないからどうすれば君と連絡が取れるか彼に直接聞くぞすぐに電話してくれとの脅迫めいたメッセージが届いたというクラッツ氏の「ギャングのやることだな」というつぶやきにメイビン氏も「事実だね」「これはマジでマフィアやギャングの手口だ」と同調メイビン氏は影響力や地位やどんな人かなんて気にしない人も多くいるあんな風に他人の金でかけたりなんかしちゃいけない。 これは私たちの多くが思っているよりも深刻,かもしれな,い深刻なことであるのは分かっているけど誰かの命が危険にさらされていたかもという話をしている冗談では済まされないよと警告を発していた恐ろしいメッセージにピアジンスキー氏は彼の犬が連れ去られていたかもしれないと注目大谷の愛犬デコピンの身を案じた司会のスコット・ブラウン氏は深刻さで言ったら 大谷本人が危険にさらされていたかもしれないところまで来ていた冗談じゃなくねと話した明ー氏も同意見でそこまで深く入り込んでいたのは恐ろしいよああいった種類の金のことを考えるとね取るに足らないことのために人生を失うんだもっと深刻なことになっていたかもしれないとコメントしていた水原容疑者は仮想通貨で大きな損失を出して違法スポーツ賭博に走った ブックメーカーに正直に言うとこの数年間膨大なお金を仮想通貨で失ったそしてもちろんスポーツ賭博でも大きな打撃を受けたとメッセージしていた銀行詐欺容疑で訴追されたドジャースの大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者について連日さまざまな情報が報じられている米国の米司法捜査当局が発表した訴状によれば。 支払いを膨大なお金を仮想通貨で失ったなどの理由で延期していたため違法ブックメーカーの堂元マシュー・ボーヤー氏から今日中に電話しろと連絡が来ていたことも明かされている2023年11月17日日本時間18日頃のやり取りでブックメーカーが水原に「なぜ私の電話に折り返してこないのか理由がわからない。私は今ニューポーーポトビーチにいて 大谷が犬の散歩をしている様子がわかるよ彼のところに行って話しかけ君とどうやって連絡を取ったらいいか聞こうと思うんだすぐに折り返しの電話をくれとテキストメッセージを送ったと供述書に記されている大谷は昨年から愛犬デコピンを飼い始めており水原容疑者は違法賭博により巨額の借金を抱えていることを大谷に黙っていたとされているため堂本から脅しを受けたとみられるその後昨年11月19日 同20日頃水原容疑者はブックメーカーに正直に言うとこの数年間膨大なお金を仮想通貨で失ったそしてもちろんスポーツ賭博でも大きな打撃を受けたとメッセージを送っているその際に支払い金額について私たちが話をつけられる方法はないかなすでにこのサイトブックメーカーであまりにも負けすぎたもちろん私のせいなのは分かっているとも連絡を送っているそして 昨年12月15日同16日頃には違法ブックメーカーの堂元が水原容疑者に「君が忙しいのは理解しているけど少しはリスペクトを示さなければいけない私は危険を冒しているんだ今日中に電話しろいつでもどんなに遅くなっても構わない」とメッセージを送信したすると水原容疑者は「ブラザー本当にすまないリスペクトしていないわけではなかったことを誓うよ」 本当に本当に忙しかったんだそして私には他の問題も抱えているんだ本当に本当に全てのことにここ最近タフだったんだと返信した大谷翔平の代理人ネズバレロ氏の事務所 CAA スポーツの失態は今回が初めてではない水原元通訳の不正流用でネズバレロ解任という大なたが必要だ水原容疑者が銀行詐欺容疑で訴追された これで米メディアの矛先は潔白となった大谷から水原容疑者に不正流用を許した大谷の代理人事務所 CAA スポーツや同事務所で大谷の代理人を務めるネズバレロ氏に向いた CAA スポーツによる大谷の金銭絡みの失態は今回が初めてではありませんさすがに大谷も代理人契約の打ち切りを考えるのではないでしょうか大谷とネズバレロ氏は 2018年のエンゼルスでのメジャー挑戦時から二人三脚で歩んできたサクオフにはプロスポーツ選手として史上最高額の7億ドル約1,090億円でドジャースとの契約をまとめ上げた水原容疑者に続きメジャー生活を支えてきた相棒とのコンビ解消が米球界関係者の間では囁かれている37ページにも及ぶ訴状で浮かび上がったのは水原容疑者の悪質な手口とともに ネズバレロ氏ら大谷周辺のずさんな対応だったネズバレロ氏と経理担当財務アドバイザーが大谷の口座情報の開示を何度か求めた際水原容疑者の本人が私的な口座なので誰にも見せたくないと言っているとの嘘にまんまと騙されたバレロ氏は大谷とは直接話さず水原容疑者を通じてコミュニケーションを取っていたとされる他に日本語ができるスタッフを雇うこともなかった大谷の言葉の壁を悪用し 事実上のマネージャーとなった水原容疑者に権限の集中を許した結果21年11月から24年1月まで水原容疑者により大谷の口座から同元に1600万ドル約24億5000万円以上の送金が行われたロサンゼルスタイムズの名物コラムニストビル・プラシケ氏は大谷のチームが口座を放置していたことは信じられない代理人事務所としての存在価値がない全くその役割を果たしていない チームを入れ替えるべきだだと切り捨てたのだったのっさらにスポーツ専門サイト「ジアスレチック」の敏腕記者ケン・ローゼンタール氏は「水原が口座情報の開示を拒んだら警報のサインが出ていたのではないか」「大谷を不機嫌にさせると他の代理人に変えられるとでも思ったのか」と CAA サイドの無策を痛烈に批判した大谷はエンゼルス時代の2122年と総額850万ドル約9億円レートは当時で契約していた」 大谷の成績は21年が9勝46本塁打22年は15勝34本塁打で二刀流で投打に大車輪の活躍を演じることになるエースと主砲2人分の働きになったにもかかわらずバレロは20年のオフにこんな格安の契約しか結べなかった我々の世界ではこの2年間の大谷の契約は代理人の失態と言われていました大谷はフリーエージェント FA になり巨額契約が望める23年オフを見越し代理人をバレロから変えるのではないかと見ていました大谷の代理人契約をめぐっては渡米時かららつ代理人で吸血鬼の異名を取るスコット・ボラス氏が虎視眈々と狙っていたバレロ氏との契約後も大谷の恩師である岩手花巻東高校の佐々木監督に接近しようとするなど大谷の周辺の切り崩しを図っていたという。 CAA もボラス側の動きは把握していたようですあることないことを不意調しライバルを追い落とそうとすることなどは代理人の世界の常ですこの頃は CAA に危機感がなかったはずがありません CAA の失態はさらに続いた22年11月大谷がアンバサダーの一員だった暗号資産仮想通貨大手交換所 FTX トレーディングがずさんな経営手法により経営破綻したことがあった直後に 損害をかぶった投資家たちが同社の宣伝に関わったことで賠償責任があるとして大谷らアンバサダーに対し集団提訴する事態に発展したのだった結果的に FTX の件は大ごとには至らなかったものの大谷のイメージに大打撃を与えかねませんでした FTX とのアンバサダー契約を取ってきたのは CAA ですしかも大谷の報酬は仮想通貨や同社の株式だったようですべて失うことになったそうです お金に無頓着な大谷もこれでは不信感を抱くだろうと思っていたのですがそれでも大谷はバレロ氏との代理人契約を継続した一方でこの時すでに水原容疑者による不正送金が行われていた FTX の時に代理人事務所が変わっていれば新たなチームが大谷の口座管理に乗り出していた可能性は少なからずあったでしょう不正送金の被害を拡大させない最後のチャンスだったのかもしれません 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。